それこそあれやん、マリノス戦でさ、はい、J リーグ初スタメンやったやん。あ、J リーグ初スタメンは鹿島ですね。焦ってカットカットカットいいよ、もう一回いいよ。え、開幕戦か。開幕戦、開幕戦、まあぶっちゃけ俺ら3人出たやん。そうね、まあ結果としては良くなかったけどさ、うんうん、マジで緊張してたやろ。マジで緊張してたいや、マジで伝わったもん、雄大もめっちゃ緊張、まあ、俺も緊張したけどな。だけどそれ、俺と雄大一緒に行ったんよ、行き。うん、なんか2人ともいつもの2人じゃなかったなんかもう変にテンション上がっ、なんか強がってるというか、緊張してないよ、そう、ませんよみたいな、ね、お互いに緊張してないよ感が出して、なんか気持ち悪い雰囲気になっててそやな、だからその時から緊張したら多分俺ら2人とも。でもその時は左サイドバックやったやん、まあ、ね、実際まあまあ本職は右やん、まあね、で右で出たのはさ、マリノス戦やんか、うん、しかも鹿島でマリノスって、まあめちゃくちゃいいアイデアやん。鹿島でああいう、悔しかったからね、マリノスは気合い入ったし、やっぱ相手マリノスって前回王者っていうね、本当になんかでもこれ以上ないいい相手だなと思って。いや、ないよな、本当恵まれてるなと思ったね、うん、え、ルヴァンとかもさ、もうせやけどさ、対戦相手が全部外国人そう、絶対みんなえぐい外国人ばっかり。えぐいよな、それこそだってルマンでエフトーン時はアダユータやろ、マリノスの時はエウベルやろ、セレッソカビシャーバとか、カビシャーバとかお前えげつない、そう、早くて強い、強くて上手くてそうなんよな。そうだからそこもなんかね、俺楽しいとか。しかもさ、なんかさ、左サイドハーフの外国人とかさ、みんな基本上手いやん。なんか右利きでカットインで、カットインするし、立っていくし、それこそうちの木下康介君とかもそうやんか、速くて、雄大とかもそうやしな。ああ、そうやな、それサイドバック大変やなと思うもん。俺も1年目サイドバック経験してたからさ。やれたん？やれたっす。なかなかやれてたっす。なかなか、自分で言うのもあれですけど、楽しかったけど。うまいもんね、普通に。うまいもんねうまいもんね。プロ3年目で調査になったんよ、うん、やっぱや、あの人に出会っててよかったとは思うよな。間違いない、間違いなく。でプロ1年目で調査に教えてもらえるのはマジででかいと思う。いや、俺も入る時に3階行きますみたいな、うん、いろんな、まあ、うん、スタッフの人に言ったら、調査いるじゃないか、調査本当にいいよみたいになって、うん、まあ、正直その分かんなかったよ。え、そのさ、京都に決断した決め手は何なん？え、それこそ練習参加来て、うん、なんていうの、めっちゃそのアグレッシブだったり、そう、インテンシー高いので、うん、なんかすごく、わ、ここでやりたいって思ったし、それこそ龍慶の監督やってた時に知ってたから、その龍慶が優勝してやっぱすごい人なんだなって思ってたから。まあそうね。今実際どう？いや、想像をはるかに超えてきた。超えてる、うん、何がいい？いや、すげえ見てるなっていう。いやー、マジでそれは思う。なんか一言二言話しただけで、多分俺が今どう考えてるのかとか。いや、わかる、それはっていうのが、うん、もうバレちゃうっていうか。マジ言い方変えたらバレてるよな、うん、なんか俺らがさ、ちょっとなんか、まあ、俺とかも悩んでる時とかに、まあプレイしてて、ほんでまあ予備練習終わり喋るやん、お前さみたいな、何こんなとこ悩んでんのみたいな言われた時に、えみたいな、なんでバレてんの？メンタリストかと思ったもん。マジでそれや。本当に。ええ、みたいな。そういう能力あんのかなと思って。いや、すげえ。だからその捉え方、俺らはさ、その捉え方でやっぱ受け入れるかで成長変わっていくけど。そうね。その、めちゃ監督として見てるよな、選手のこと。すごいよね。すごい。見てないようで見てる。いや、見てる見てる。のがすごい。そのコーチ陣も見てんのよね、哲さんとかも。そうね。哲さんとかよく喋ってない？哲さんはよく喋ってる。何喋ってんの？あ、そういうこと。哲さん、あの、もともと明治とかの関係があって、不当の時にあったから、明治を知ってる人なんで。あ、なるほど。だからちょっと守備のとこでおろそかになってきたら、お前明治だったらもっとやってるんじゃないのとか、あ、まあそういうある意味明治の基準を知ってる人がこうチームにいると、すごく、なんて言うんだろうね、初心に戻れる感じね。そう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 、
まあ、本当こう同期の2人を筆頭に、まあ、いろんな選手と喋れるようになったというか、うん、それはもう真マジでいろんな選手を喋り出してる。てかみんなこう話し上げてフレンドリーよな、うん、うちのチームは喋りにくい人が俺多分いないんだよね、うん、サンバで。好感度上げてます。木村雄大ぐらい。まあそうっすね、確かにちょっと喋りづらいしね、ちょっとなんか気使う、あ若干ね、うん、そうって言ったらほんまなるからやめよう。いやそうそう、ガチで、あいつ怒るからすぐ雄大ガチ怒るからな、怒るからな、ダメやで。いやあの時めっちゃショックだったわ。アキレス腱、うん、その一緒にプレーできるの楽しみにして入ってたっていうのもあったから、着地した時にバキみたいな音があって、怪我していいことなんか一つもないです実際。